きた最後です。うわぁ、これは富山でいただいた。いや、さらに麺も自家製で。うわ、自家製で作ってます。はい、あえていろいろ乗せずにシンプルに。いや、これ、いや、これ、これが美しいんですよ。あ、美味しそう。揚げた瞬間に。今のやっぱ冷麺トレンドがあるんですけど、うんうん、それをちょっと無視して噛んだ時にちゃんとあのシコシコモチモチしてる、ほんですぐもうすだちの爽やかさで、今までお腹いっぱいや言うててもうスルスル入る。そうなんですよね。これの店できるよ。これだけでできますよね、冷麺はできますよね。いや、もうそれぐらいのレベル。あ、よかった。めっちゃ進んでますね、うん、いや、ほんとうまいんですよ。